日はリークスストアおすすめのスウェットアイテムのフォールックをご紹介してまいります。まずはスヌーピースウェットプロワーを着用してみました。ふたっとした生地感やレトロな柄、柔らかい色合いなどヴィンテージライクな色がたっぷり詰まったスウェットプロワーになっております。少しショート丈のお作りになっておりますので、ハイウエストのアイテムでも対象が抜群です。ヴィンテージ感が出るように昔のスヌーピーアートを使用するのもポイントです。次を着用してみます。はい、ブラックロゴヴィンテージスウェットを着用してみました。こちらはクラックプリントという手法でひび割れたスヌーピーを施したアイテムになっております。かなりサイズ感が大きめのお作りになっておりますので、今年らしく下はコンパクトなスパッツなのでコーディネートしていただくとバランスが良いかと思います。腕周りもたっぷりしたお作りなのでメンズの方にもおすすめなアイテムとなっております。続いてはこちらのアイテムを着用してまいります。はい、着用してみました。こちらがザ・フォックスコンパクトカーディガンになっております。胸元にキツネのワッペンが入っているのがポイントのアイテムです。カラー展開も5色になっているので、お好きなカラーを選んでいただけます。スウェット素材ですがコンパクトなお作りなのでカジュアルに踏み切りずコーディネートしやすいのがとても使いやすいアイテムです。はい、最後はヘビースウェットロゴパンツを着用してみました。昨年大人気だったアイテムが SM 展開になりまして、私は S サイズを着用しております。リラクシーなコーディネートにぴったりなロゴスウェットになっております。次回もお楽しみに。